そう、なんかフォロマッチどんな人が来たかっていうと、なんで一人で来た子が多かったんだけど、彼氏彼女で来ましたみたいな人がいて、女の子は最初に来て、あ、この後彼氏来るんで団長のおかげで彼氏できましたみたいな、団員同士で付き合いましたみたいな人もいたりして、そう、たくさんいた。なんだって、おいおい、ドッポちゃんがいる、ドッポ切れる。騎士団恋愛は縁か、縁、まあまあ自由ですわえ、団長のことをしてくれたらいいよ。え、なんかさ、これがきっかけでね、これがきっかけで団長の配信見なくなるみたいなことがありましたら、ちょっと切ないですけど、まあでも団長はね、一番は団員さんの幸せを願ってますから。好感度上がって、ふうふうふう。いやね、やっぱ一番は団長なんで存在してるのか分かりますか。もちろん団員さんからね、好かれることも嬉しいでございます、応援してくれるのも嬉しいでございますけど、やっぱね、団長ホロライブに入った理由としてはね、やっぱ団員さん一人一人を癒してね、その人が幸せになること、生活が充実することをね、日々願っておりますから、まあ結果的にね、まあ団長の元を離れたとしても、それがね、団長きっかけであったら、幸せであったらいいんじゃないかなと思っております。はい、で本音は、クソが、おいおい、団長の配信見る時間ねえっつってかっておい、やることやる時間があんなら団長の配信見ろやこんにゃろ、嘘嘘、そんな思ってないから全然いいですからね、幸せ願っておりますのでそうです見ながらやることやる、それはちょっとどういう気持ちで配信すればいいの、団長。そう、なので幸せになってくれればいいと思います、本当に。うん、